Bluetooth スピーカーの完成形みたいな、そんな感じの印象を持ちました。どうもこんにちは、まみよしです。皆さん、スナップドラゴンって知ってますか？スナップドラゴンに関してはクアルコムが開発してるチップで、 Android の SOC システムオンチップとして使われてたりするんですけども、今回はそのスナップドラゴンの新しい技術、スナップドラゴンサウンドに対応した世界初の Bluetooth スピーカー CEA パフェをレビューしていきます。このスピーカーめちゃめちゃすごかったので、ぜひ動画の方最後まで見てってください。ということで早速やっていきましょう。まずこちらの商品の特徴なんですけども、先ほど紹介した世界初のスナップドラゴンサウンドに対応してて、高品質な 3D サラウンドサウンドを提供してくれます。音の遅延が少なかったり、そういった特徴もあります。そして最大の特徴がこちら、 CEA 独自の CEA フィールドという技術を搭載してて、クリアで立体的なサウンドっていうのを実現してくれます。この CEA フィールドっていうのがめちゃめちゃすごくて、このサイズとは思えないほど音の広がりと、あとしっかり低音から高音まで出てくれる感じがね、サウンドバーで鳴らしてるかのような音が出るので、そこがねめちゃめちゃすごいですね。じゃあ実際にね、こちらの本体の方をちょっと見ていきましょうか。ボタン類に関しては、電源ボタンにペアリングボタン、音量の上げ下げボタンに AUX 端子、こちら 3.5mm ジャックがあるので有線接続もできます。そして USB-C 端子に、こちらリセットボタンになってます。上側に4つマイクが搭載されてます。スピーカーに関してはこことここに1個ずつ入ってる感じですね。でこちら本体にジャイロセンサーが入ってて、このスピーカー本体を裏返しに置くことによってミュートっていうのもできます。まあ、説明しててもね、音はなかなか伝わりにくいと思うので、実際に録音した音声の方を聞いていきましょう。どうぞ。パフェの音声聞いてみてもらったんですけども、いかがでしょうか？とにかくね、音の広がりっていうのがすごいです。やっぱりね、この独自開発の CEA フィールドを使って、環境に合わせた 3D サラウンドっていうのを自動で作ってくれるので、それがね結構効いてるんじゃないかなと思います。本当にこのサイズから音が出てるとは思えないほど音の広がりがあります。でそして音質に関しても、低音もねしっかり出るし、音量をね結構上げていくと音割れしてくるスピーカーとかもあるんですけども、全然音割れとかも感じないし、とにかくね完成度高いスピーカーだなと思いました。で、音楽以外にもゲーム音声流してみたので、ちょっとそれも聞いてみてください。どうでしょうか？ FPS とかも音の広がりがあってめっちゃリアルに聞こえます。なので音楽聴くのにもいいし、ゲームやるのにもいいです。でゲームやるときにね、結構気になるのが音の遅延だと思うんですけども、こちらはねスナップドラゴンサウンドに対応してることによってかなり遅延が少ないです。遅延に関しても検証したので、遅延の映像どうぞ。やば、全然遅延ない。有線で接続してるみたい。こんな感じでね、もう本当に有線かと思うぐらい遅延ないので、ゲームに関しても問題ないし、あと DTM ソフトとかで鍵盤を弾く、でその音をこっちの Bluetooth スピーカーから出すっていう時も、音の遅延ほとんど感じないで演奏することができます。これねすごいよね、もう全部入りって感じ。なので音楽を聴く用途としてもいいし、ゲーム用途としてもいいし、音楽制作用途としてもいいし、線をつながないでワイヤレスでそれが実現できるということで、かなり良くなってます。でこのパフェ1台だけでもね、かなり立体的なサウンドっていうのを再生できるんですけども、こちら CEA リンクっていう新機能に対応してます。その機能を使うことによって、このパフェを複数台同期して同時に音を鳴らすことができます。1台2台3台で3台同時に音楽を流すっていう使い方もできるので、さらにね大迫力なサウンドっていうのを楽しむことができます。いやーこれすごすぎる本当に。
ということでいかがでしたでしょうか。シーアのパヴェ、今回初めて使ってみたんですけども、とにかく音の立体感がすごいし、音質に関しても高音から低音までしっかり出てる。低遅延なのでゲームとか DTM 環境にも使える。もう Bluetooth スピーカーの完成形みたいな、そんな感じの印象を持ちました。でこちらのパヴェに関しては今クラファンやってるんですけども、クラファンでね今9500万円集まってるほど人気なデバイスになってます。まだクラファンやっててね、クラファンで支援することによって定価よりも安く買えるので、気になった方はねクラファンのサイトを覗いてみてください。であとこちらのスピーカー安いものでもないので、視聴したいっていう方多いと思うんですけども、こちら CER の本社だったり TSUTAYA だったりでね視聴っていうのができるので、詳細はね概要欄のページぜひチェックしてみてください。そして今回紹介した CER パヴェに搭載されてるスナップドラゴンの X 公式アカウントがあります。こちらでねスナップドラゴンに関連する最新情報だったりを終えたりするので、ぜひこちらもチェックしてみてください。最近のツイートだとスナップドラゴン8 Gen 3でステーブルディフュージョンが動くようになったりするらしい。ということでこちら CER のパヴェのレビューでした。バイバイ。